スレイヤさん、スレイヤさんにお聞きしたいことがあるんですけど。いいわよ、何でも聞いてちょうだい。私すごく小さいからスレイヤさんみたいに大きくなりたいんです。どんなことをしたらスレイヤさんみたいに立派に育つんですか？育つ？はい、何かいい方法はないかなって。ああ、そういうことね。そういうのも気になる年頃よね。でも私もいつの間にか育ってたし、今まで意識したことは特にないわ。そんなのずるいです。私だって大きくなりたいのに。なんかこう昔から伝わるすごい方法とかがあったりするんじゃないですか？そんなこと言われても。ああ、そうそう、確かマッサージするといいらしいわよ。マッサージですか？ちょっと意外です。体が柔らかくなるからかな。さあ、どうなのかしら。昔から伝わってる迷信の類だと思うけど。あとは食事じゃない？結局栄養を取るのが一番よ。食事か。ミルクとかはよく聞くんですけど、あんまり効果がなくて。ミルクも必要だけど、やっぱりお肉よ、お肉。胸って結局はお肉の塊でしょ。ちょっと待ってください。別に胸の話なんて。盛り上がってるみたいだけど、二人で何の話をしてるんだ？教えないでくださいね。あら、失礼ね。この子に胸を大きくする方法を聞かれていただけよ。そっちの話。そうか、それは邪魔して悪かった。確かにスレイヤさんには一度ちゃんと聞いてみたいです。ロジーはどう思う？やっぱり男性は大きい方が好きなのかしら。この状況で答えられませんよ。大体だから私が聞いてたのは身長の話なんですよ。もう知らない。あら、そうだったの。紛らわしい言い方をするからつい。スレイヤさん、後でルシルちゃんに謝ってあげてくださいね。